ここはまるで天国じゃの。いやな、海の中だってのに息ができるぜ。これも人魚の不思議な力ってやつか。おかげで海底に沈んだっていうオーブの話が本当かどうか確かめられそうだな。オーブのこともあるけれど、まずは海底王国の女王様に会いましょう。
お待ちしておりました。ようこそ海底王国ムーレアへ。私は。なんだと？ジョーさん、あんたなぜ俺と。私はちょっとした魔法が使えるのです。地上のすべてを。さあ、難しいお話は後にしましょう。早速ですが、あなたがお先。人間の世界のものは本当に美しい。海底には届かない日の日。ロミアのことではお世話になりました。これはお礼です。私は見ていました、ロミアと機内のこと。丘に上がった人魚は泡となり消える。この掟を超え、人間と人魚は共に生きる道を何度も探してきましたけれど、私たち人魚から見れば、力も体も弱く未熟な心を持ったあなた方人間は、しかし瞬きのような一生の中で何かを求め、人間が海底に憧れるのと同じように、私たち人魚も地上に暮らすあなたが、機内とロミア巡り回る命の大樹の意志のもと、そして今私とあなたが出会ったのも大いなる世界のご意志でしょう。我らが勇者、時の流れに身を委ねなさい。大樹がそれを望むのならば、私たちはきっと、すべては大樹の導きのもとに。